おはようございます。今年初めて来ました、長野県は木崎湖です。いつもね利用させてもらってるモダンボートさんに今日もね、お世話に なるんですけれども、あいにくのこれ風ですよね、ものすごい風。この中で、今から旬を迎えるんです。はい、皆さんこれ謎だと思うんです。はい、冬じゃないのね。まあ、これまでに水の旅でも、扱ってきた魚ではあるんですけれども、実はこの木崎湖は年間通してその釣りができるから、むしろこれからが旬なんです。はい、めちゃくちゃ楽よ、気持ち悪い思いしなくていいよ、はい、っていう、めちゃくちゃ手軽な釣りがあるんでね、改めて2022年も、やっていきたいと思います。ここから梅雨、夏、秋、晩秋、まあ、ここぐらいまでは、今日紹介する釣りでたくさん釣れるかな。はい、ということで、早速行こうと思います。風強いね。じゃあこのロケーションを紹介しますよ。いいでしょ。だいぶね雲が抜けてきて、ほらあの上ね、あの小熊山って言って、あの上ですよ。あれ車で行きますからね。ワカサギ釣り3時間やって、お昼食べて、お昼持ってって、むしろね小熊山っていう山の上車で行ってください。めちゃくちゃいい絶景がありますので、はい、過去に撮った絶景はこちらでございます。めっちゃすごい、この木崎湖一望できるから、ぜひねこの木崎湖来た時は、釣りもそうなんだけど、付近のねこう観光名所もぜひセットで行ってください。はい、ということで行こうか。さあ、じゃあやっていきます。いいっすよ。あ、もうやっちゃってる。早っ。ちょっと風強いから 10g ぐらいでちょっと重たくしてみようかな。こちらでございます。毎度おなじみのあのね、ワカサギなんですよ。ワカサギ、この木崎湖は、いろいろ釣りもあるんですけど、年間通して釣れるのがワカサギね。ワカサギといえば冬っていうイメージ強い方いると思うんですけど、ここは大丈夫、夏でも秋でも冬でも釣れるっていう。でしかもなんで僕がこの木崎湖というか、その時期のワカサギにこだわってるかというと、あの餌を使わなくていいんですよ。要はこれティンセル式って書いてあると思うんですけど、これ餌なしで針の先にフラッシャーがついててキラ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 するんですね。でそのフラッシング効果で魚が食うと。でちょっと今時期早潮なんですけど、もうそろそろこのティンセルが力を発揮するというか、それで釣れ出す、この仕掛けが釣れ出すシーズンなんで、ここからね秋ぐらいまではもう餌とか使ったことがないこの湖で。うん、それぐらい、実はこのあったかい時期にやるワカサギ釣りの、もうメインの釣り、餌いらずっていう仕掛けをただ落とすだけっていうところです。はい、今シーズン初めてかも。冬も実はやらなかったから、今年やれなかったから、このまま投入するだけ。楽ちん。これで落として、こう上下させるんですよ、仕掛けをね。まあ、この辺は以前やった誘い方のリンク貼っとくんで、ぜひ見てください。こんな感じです。ついてんのかな。マジか。ついてた。ちっちゃいこれ。めっちゃ可愛い。でもまあこれはね、あげちゃったらもうキープですよ。このままね、あのサイズをリリースしても多分切れないと思うから、一回上がっちゃうと。なるほど。あ、僕の今年初めてのワカサギ。可愛いな。さあ、まあこれを繰り返して、やっていきましょう。はい、
風強い。短期決戦ですね、これは。さあ、今年の木崎湖のワカサギはまだ5月の中旬ですからね、これちょっと時期が少し空張りで釣るには早いかな。空張りですよ、餌つけてないから。だから餌をつけないメリットとしては、まずその餌そのものを触らなくていい、手が汚れません。で、餌をつける時間が省かれるんで、手返しが良くなる、手返しが良くなるイコール釣りする時間が長くなるから、あ、たくさん釣れるかもねっていう。マジでね、6月以降秋にかけては空張りの方が多分釣れます、餌よりもっていうぐらい、うん、短時間で、1日やる必要もないし、半日もしくは3時間ぐらいでもね、十分。今どうだろう、モダンボートさんからめっちゃ近いところでやってるから、だからもうちょっと出てね、釣りができてお土産を持って帰れるっていう、そういう感じだから、ちょっとルアーフィッシングやってる感覚に近いね。ルアー釣りする人は多分好きだと思う、この釣り。来た。嬉しいなぁ。よいしょ。でかこれ。あ、でもこれも一応入るんやね。安心した。これはでかい。ということで、群れなんでね。もう釣れてるうちはもうそそくさと。この手返しが大事っていうね。めちゃくちゃ大事なんで。だ、そのために餌がないっていうのは、この手返しを上げる上では、最も効率的なんですよ。お、来た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 。ほら、来た。来た。ほら、サイズ落ちたけど、サイズバラバラやね。でもほら、めっちゃ釣るでしょ。これ全部空張りだから餌つけてない。わーい、来た。おー、群れが来ると、おい、いいサイズ。はい、ワカサギのお土産の量っていうのは結構ね、みんな謎に思うんでしょうけど、1人ね、多分30匹ぐらいは食べれちゃうと思うから、結構数おった方がいいよ、これ、うん、お菓子感覚で食えちゃうからね。本当にね、木崎湖ってめちゃくちゃいいとこだから、釣り以外にも遊べるとこたくさんあるんで、ロケーションいいとこもたくさんあるんで、ぜひ家族旅行でね、来てください。なんかこう湖って聞くと山の上でもうなんか何にもないとかって思ってるとか想像してる人多分いると思うんですけど、そんなことなくって、木崎湖ってもう本当に歩ける距離にコンビニもあるし、温泉もあるし、食べるところもね、蕎麦屋さんとかもあるしっていう感じで、意外とそんなに山奥の秘境とかじゃないです。全然街中にポンとは突然現れる感がある湖なんで、ぜひ来てください。そして山の向こうはね、白馬、スキーで有名な白馬とかあるんで、そこもね、夏のロケーションめっちゃいいです。はい、長野オリンピックので使用されたジャンプ台とかもあるんでね、まあなんか本当に観光名所、食うものも美味しいし、景色いいし、外でこれからの時期遊ぶっていうのにおいては避暑地にもなるんで、すげえおすすめです。めっちゃいい。僕は好きでもう十何年通ってるから本当に来たか。かわいい。おっ、いた。お、来た。お、プルってる。いきなり来た。お、オーケー。ヘイ。今ボート固定してやってるんですけど、群れが来たらバタバタっと来て、過ぎ去ったらちょっと止まるんですけれど、また新たな群れが、入ってくるということで。お、また来たんじゃない、これ違うかな、来てると思う。おい、ほら今度はね、ちょっと小ぶりな、かわいいね、はい、という感じで群れが来るとね、全然ポツポツ釣れるし、空張りでもご覧の通り釣れてます。はい、まあ6月以降はね、ぜひ空張りチャレンジしてください。手返し上がるんでね、はい、お、
たんでない？来たんでない？これ。オーケー、よく当たり取れた。はい。ね。ポロポロ拾っていきますね。はい、店前の今7、8ぐらいやってます。はい。さあさあ、まあまあ今日ちょっと風が強いんでね、1時間で退散します。あ、これまた使えるな。仕掛けは台紙に巻いておけばね、使えると思うんで、はい、じゃあ終わりにしたいと思います。まあ1時間ぐらいでしたね。で、空張りだけなんで、まだ時期早々ということを考えれば、まあ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 、うん、20匹ぐらいかな。うん、思ったよりちょっと釣れなかったけど、まあ風も強かったんでね、風裏を探しながらちょっとやってたところもあるんで、まだまだこれからね、いい時期が来るんで、たくさん釣れるようになると思います。ということで、空張りで遊べる木崎湖のワカサギ釣り、今からシーズン入りますんで、ぜひ皆さん遊びに行ってください。天ぷらにしようかな今日は。